省略言葉を正しく答えろ。なるほど。いやちょっと難しいな普通に。これ待って、これ何、これ簡単よ。いや分かんないの。そう、誰も違うじゃん。全然違う。うわ、なんか楽しい。すげえ面白い。コスプレーションって何？絶対コスプレーションだ。こっちがしっくりくる。どうも、美少女でーす。わー、かなさんからです。ありがとうございま す, います。みんなで旅行に行くとしたらどこに行きたいですか？アメリカ。いやー、いいね、アメリカ。いや、アメリカリアルにいいね。いいね、行きたい。アメリカどこ行きたいんだ、アメリカ。ベイクルース。ラスベガスのね。ラスベガスみたいな。でもさ、あのさ、昔行ったあの2世ウィーク。あ、2世ウィークね。行ったあのルート回りたくね。回りたい。あれ、サンタモニカで撮ったね。ロサンゼルス行きたい、ね。そうそうそう。サンタモニカ好きだったね。大好きだった。みんなであのビーチで寝そべってね。楽しかったね。楽しかった。何度もっすよね。俺もやっぱシルクドソレイユとか行きたい。あーね、見たい。まあ、見に行きたい。王見たいよね。王見たい。王見たい。見れてないからね、王は唯一。王めっちゃ見たい。サッシーは？いや、もうアメリカですね。ああ、見方ね、ロサンゼルス。いや、ハワイ行きたくない。ハワイ行きたい。行ってないよ、ね。ハワイ全員だよ。全員行きたい。行ってないよね。あ、俺行ってない。行ってない。俺とカナサシ行ってない。そうだね。そうだね。確かに、じゃあ6人でハワイ行こう。行きたい。僕は、はい、韓国に行きたいです。おー、韓国ね。韓国料理めっちゃ美味しいの。だからみんなで行きたいよね。みんなで行きたい。韓国行ったこと行ってみたいわ。そっか。お城とか行ってみたいな。お城、お城ね。まあそんな感じでーす。皆さん、はい、僕たちが日頃当たり前のように使っている言葉って意外と省略されているの知ってた？そうなの？あ、そうなんだ。おい、そうなんだ、ね、あ、まあ省略、あ、確かに普段そうやって例えばコンビニとかね、あれ略語なんです。エンストアね。あ、はいはい、わかる。あ、コンビニエンスストア、はい、おー、わかんの理由か。おい、やめて暴走しちゃう。わかるだろ、コンビニは。ほんとコンビニの他何ある？MC とか。 MC はマイクパフォーマンス。もうすげえ。なんでお前 P、 P どこに行ったお前。 P どこに行った。パフォーマンスの巣じゃない。というわけで、はい、本日行う企画は何ですか？省略言葉を正しく答えろ。なるほど。はい、というわけで、はい、さっき例で挙げたコンビニのように省略された言葉が当たり前になっていることが多いので、誰が一番正式名称を知っているのかを競う企画になってます。わあ、これ得意やわ。1問目お願いします。やってみよう。カラオケ。カラオケね。カラオケ簡単じゃん。カラオケ簡単じゃん。あ、いける。え、じゃあ正式名称書いてね。え、違うのかな。意外とわかんない。ちょっと、いや、もうこれしかないのよ。意外と出てこないことあるよな。いくよ。はい、これでいいのかな。いいよ、うん、はい、せーの、じゃ、じゃあ金指から。カラオケボックス。ボックス。カラオケボックス。なんでなんでなんでそこで連携できるの。意思停止やってるの。わかんない。意思停止。カラオーケストラ。カラオーケストラ。カラカラオッケーオッケー。待って、カラッとあげたオーケストラ。よっしゃ。え、そうなの。え、カラオケボックスって言わない。いや、言うけ ど, そのカラオケがもうすでに省略されてんの。カラオケ時代の。カラオケ、カラオケボックスって言っちゃってるもん、カラオケ。じゃあ正解は。はい、正解はカラオケストラです。大正解。うちのなんだよ、俺。そうだっけ。知らんかった。なんだカラカラオケオケ。知らなかった、お前。知らなかった。私、俺も最初、一瞬カラオケボックスよぎったの。あれ、カラオケだな、カラオケボックス。あ、いや、あ、違うわってなった。え、藤井くんは知ってた。オーケストラ知ってたんかい。藤井くん絶対知ってた、嘘だ。いやいやいや、だってから音源もらうときにさ、うん、おけ抜きバージョンってことでさ、うん、空のオケくださいって言わない。言わないか。次行こうか。言っちゃおう。じゃあ、というわけで1問目は僕と大将と藤井ちゃんが正解。これやばいぞ。先が悪い。やったー。だって知ってたんじゃない。知ってはいたけど。でもまあ、でもカンペが全てだから、これ。じゃあ藤井くん不正解ね。そう。ピャーン。じゃあ、第1問目お願いします。もうかんない。あ、あー、わかんねえ、俺。もう待って、これ何。え、これ簡単よ。え、わかんないの。やばっ。分かっちゃったんだけど。え、ちょっと待って。いや、わかんねえ。ちょっと待って。いや、ちょっと難しいな、普通に。これ待って。いや、俺なんか知ってるような気がするんだけど、知らないな。考えたら分かるパターンもあるのかな。わかんないの。いや、わかるよ。いや、あって見て、リュウガがもうマウンティングだよ、もう。じゃあ、いく。はい、せーの、ダン。コスチュームプレイ。コスチュームプレイヤー。コスプレーション。コスチュームプレイ。コスプレーション。
こすったプレート。この笑いが今わかんないし、その後の追い打ちもちょっとわかんないし。え、プレイヤーじゃない？プレイヤーっぽい。コスチュームプレイヤーっぽい。コスチュームプレイヤーな気がする。すげえ。するって言われる。じゃあコスプレだからコスプレーションでしょ。答えお願いします。じゃあコスプレーションだよこれ。ほらコスチュームプレイ。あ、じゃあ待って。オッケー。プレイ。いや絶対コスプレーションだよ。コスプレーションって何？絶対コスプレーションだよ。ちょっとこっちがスプレーション。プレイ。コスプレーション。いやでも待って、これ俺以外のさ基準。いいか。何？散々さ。え、やばいじゃん。これ簡単よ。え、わかんないの。わかんないの。いや、わかるような。いや、あっといて。でもほぼなんか合ってるから、もうここのある違いじゃん。惜しかったね。そう、まあこれよりは大事。え、コスプレーションあるんだっけ。コスプレーションあるって。2票、2票、2票入ってない。いや、そしたらカラオケボックスも2票入ってない。それはね、それだから僕と金指がさっきの問題が正解ということで。それでは3問目お願いします。え、むずい。これね、これ知ってる。ちょっと待って、これ知ってる。教科書なんだっけ。いや、これ難しいね。これ難しく書いてマジでわかんない。ちょっと待って、これ教科書って1回は聞いたことあるけど、省略系なの。それすら知らなかった。1回は聞いたことあるんだけど、でもそう、ちょっと難しく書いて。マジでわかんない。うわー、この1文字があるかないかでだいぶ。さあ、じゃあまあ全然フリップオープンする。はい、せーの。教科科学書物。あー、科学ね。もう教教勉強科書。教育学科書。あー、教育科目書物とかそんな感じだった気がする。教育科学書。教育家庭書物。あー、家庭書物。いや、教育は入ってた気がする。教育科学書物。俺ね、俺も教養学科書とかかなと思う。科目書って確かにあるかもね。科目か。いやー、ちょっとわかんない。忘れちゃった。難しい。じゃあ、正解お願いします。教科用図書。そうだ、誰も違うじゃん。教科用。へぇー、教科用図書。わー、面白いね。学びの時間。うわー、すごい。用とか入ってくるだけね。学びの時間だ。教科用書。せや。なるほどね。うわ、悔しい。うわ、なんか楽しい。次、面白い。じゃあ、正解はいないということで、続いて4問目。難しいですね。電卓。あー、消そう。なんだっけな。やっぱガチって大事じゃん。こうでしょ。シンプルに。いくよ。はい。せーの。ダン。電子書籍。電子書籍。電子書籍。もう一回言って。電子書籍。はい。電子書籍。で、あれあれはなんて。電子書籍。タクカが電子タク。電子計算機。電子卓越。計算機か。卓越、お前卓越しちゃったの。電子卓越する機械ね。電子で結構は電気卓機。電気なわけないじゃん。電子だろ普通に。これで電気だった時よ。めっちゃ面白い。これ新しい電動卓板。なんか絶妙。電動パクマン。これワンチャンある。ワンチャンある。電子なの。電子電動。電子なの。じゃあ正解いく。正解お願いします。電子式卓上計算機。違うな。電子式かと思ったんで。も電子計算機ない。確かに。でも電気ではないよな。結構俺惜しくない。電子式卓上計算機。電子式卓上計算機。うわぁ、そうなんだ。卓上って言ってるわけ。式が言ってないか。むずいね、面白い。点差点じゃもういろいろ。楽しい。じゃあ続いて問題お願いします。それ俺絶対来ると思ってたけど思い出せないんですよ。意味ねえじゃん。かっこ言えたらかっこよさそう。多分真ん中はわかるね。あ、俺これは多分来た D でしょ。うわぁ、ちょっと待って、思い出せない。答えたい、答えたい。もうこれどれくらいそのなりきって言えるかな。これが正解だって。そうそうそう、みんなちゃんとで雰囲気でね。これが正解だって。ああ、確かに。超ドヤ顔しようぜ、みんなで。そうそう。うわぁ、もうこんな文字感だったのしか覚えてない。まあなんか語呂は良さそう。いや、そう、めちゃくちゃ語呂いい。 OK ですか。よし、行こう。せーの。デジタルビデオディスク。デートビクトリーディスタンス。おお、これは無理。マジでわかんない。待って、何？デート？
デートビクトリーディスタンス。デートビクトリーディスタンスマジで。デートするときに勝利する距離。多分デューガは絶対にいい距離みたいな。ね、ソーシャルディスタンス。ドライブビデオディスク。ドライブビデオ。俺なんかディレクションバーサイタルディスクみたいなこんな感じの。デスクビデオディスプレイ。デとデの表情 CD じゃねえ、ディスプレイじゃん。デスプレイだ、デスプレイ CD じゃねえ。ディスクビデオドライバー。じゃあ答えお願いします。え、あーそう、デジタルバーサタイルディスク。惜しい、惜しい、あーすごい。そう、こういう感じなのを覚えてた。うわー、しょ、デジタルバーサイタルじゃないし、よく俺これ出てきた。いや、すごいね、バーサイタル。いや、バーサタイル本当はバーサタイルだけど、ね、もう耳で覚えてた。金指デジタルデジタルは出た ね、 ね、うわ、惜しいね。金指、点の位置すごい独特じゃん。なんかすごくね。え、違え、俺はデジタルを見て欲しかったのに。違え、違え、デジタルをいけたよっていうのを褒めてほしい。点の位置をすごい。デジタルいけたよ。じゃあ全部わかんないやついきます。わかんないや、もう絶対。じゃん、 ATM。 うーわ、 ATM。 いや、 A と T、 A と M はわかるな。 T がわかんない。一回 ATM の前にパッて一回イメージしてみるわ。そうだね、ごめん立つわ。うん、来ました。来ました。何するっけ。確かにそうです、そうです。何をするかっていう場所だから。そういうことだよね。そう、あ、俺分かった。そういうこと。俺これひらめきだよ、これ。これひらめきかも。おぉ、分かったかもしれない。いや、これで当たったら気持ちいいな。さあ、それではオープン。じゃん、オートトレードマシーン。あー、なるほどね。 LT マシーン。え、なんていうこと。エール、エールって言ったの。エールの絵は分かんないって。なんで、マジで。オート対象マシン。対象。おお、前やばい。オートテレポーテーションマシン。あ、テレポートできるんだね。知らなかった。お金が瞬間移動してくる。何しに ATM 行ってる。オートトランジットマシン。トランジット。トランジットって何。オートタスクマシン。タスク。あ、もう分からんかった。本当に分かんない。タスク。じゃあ答えお願いします。はい、オートマティックテラーマシン。テラー、テラー、オートマティックマシン。違えわ。いいんじゃない、それ。オートマティック。そうか、オートって自動。そう、オートがそもそも略してんの。トレードだろ。え、そんなことないと思う。そうだね、オートもそうだね。テラーマシンっていうの知らなかった。じゃあ続いて、はい、お願いします。あー、わかるわかるわかる。あー、え、わかんない。わかんねえよ、これ全然。ちょっと当てたいな。藤井君自信あるらしいっす。あるよ、いける。いくよ。はい、それではオープン。ダライ。ワイネック T シャツ。なるほどね。なるほどね。なるほどね。本当はえ、ルーガこっちの英語なんだけど、あれにしちゃう。そんなもんやるのわけあるか。ワイ字シャツ。ワイ字シャツ。俺もワイ字シャツ。ワイ字シャツ。いや、俺ね、それだ。俺思い出した。そうだ、ホワイトシャツ。ワイシャツなんで。ホワイト。そうだ、いやー、やられた。じゃあ答えお願いします。うわ、そうだ、すげえ。なんでホワイト。一人勝ちじゃん。すげえ。ビリー・アイリッシュのさ、そのバッドガイズのさ、ホワイトのシャツを鼻血で垂らすシーンあるでしょ。え、知らない。知らない。知らないけど、そう。バッドガイじゃん。うわ、言われて思い出したわ。 T シャツとかさ、ワイシャツ、V ネックとかみたいなことかと思うよ。マジラスト。それではラストお願いします。あ、わかるよ、それは。わかった。一番簡単なやつ来たね。え、なんだろう。いくよ。はい、せーの、じゃん。ソーシャルネットワークス。ソーシャルネットサスペンス。サスペンス。じゃあここはね、サスペンス。ソーシャルネットワークサービスじゃない。ソーシャルネットワーキングサービス。ソーシャルネットワークシステム。あなたさっき簡単って言ったよ。一番簡単なのに。ソーシャルネットサービス。え、システムだったかな。ちょっと違うな。サービスよ。サービス、サービス、サービス。じゃあ答えお願いします。ソーシャルネットワーキングサービス。ワーキングなんだ。ネットワーク。あ、そうだね、ソーシャルネットワーク。めっちゃだるい引っ掛けみたいな。超えてきた。ネットワークじゃないの。サスペンス。サスペンス出ちゃってるから。ドラマ見すぎなのよ。超えてくんだよ。ちょっとドラマ見すぎかもしれない。なんだこれ。もうそれでは問題が全部終わったということで、集計結果見てみましょう。どうぞ。おい、金指くん1ポイント、龍河くん0ポイント、大将くん1ポイント、浮所くん3ポイント、那須くん0ポイント、藤井くん1ポイント。浮所くんの優勝でーす。
れだってこれ。プロゲーム。これさ、一番の問題は何がゼロってとこだよね。確かに。待って、俺0ポイントらしいよ。すごい、3から6まで誰もポイント取ってない。本当だね。いや、難しかった。難しかったな。本当だ。いや、めっちゃ面白かったよ。おもろいよね。おもろいめっちゃ。多分まだまだあるんじゃない？ね、これ面白い。あと1本のとこでみんな欲しいんだよ。7割方あってんだよ。サスペンスとかね。サスペンス欲しかったね。これつまんない、俺。